こら辺は結構見てきてると思うんだよね。うん、こっちかなって思ってんだよね。うん、まああんまり変わらんと思うけど、でもここまではね、以前はねここまでね水に浸かってたから、うん、ここから新しい場所だよ。ほら、こうこの中入ってんの、これカルサイトだと思うんだよ。ピンクのやつかな。そうそう、ピンクカルサイト。緑の石の中に入ってる。そうそうそうなんよ。なぜかね。色味がだって銅とかの成分が出るんかな、わからん、ごめん。これジャスパー系出る石だからね、この石。もうなんか怪しいですよ。わかりました。こうもう何年かぶりのジャスパーで、もしここで見つかったら、ここで出る、うん、ここのジャスパーはまたね独特なんよ。ここ黄色ですか。黄色も茶色も赤もあるね。こんなのもほら、こうもうメノウになりかねないやつ、こういうのね。この石一緒でしょこれ。うんうん、うんうん、これもね、これもこの石もそう。だからいわゆるケースデガン。それケースデガンなんや。こう、まあまあまあ僕はそう思ってんだけどな。何これ、ほら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 、なんか怪しいでしょ。あー、なるほど。なんか怪しいでしょ。なんか、うん、わか、なんとなく言いたいことがわかる、うん、気がする。本当になんか出てくるよ。うん、ほらここら辺さ、水が引いてさ、今まで見えなかったところは見えてきてるから、だからうん、新しいんだわ。すごいよ、可能性で。こういうの必死に探しながらも、頭の片隅でお昼ご飯どうしようって考えてる。どうする、マック行く。マックはちょっと、なんか最近なんだこれ、あれ、あれ、え、なんだこりゃ。なんだこりゃっていう塊です。あれ、何これ。いや、それ、え、拾う瞬間を撮った。拾う瞬間撮った、うん、今撮ってる。玉髄だわこれ、ほんと。ちょっと、え、よく見つけたね。よく見つけたよね、ていうか玉髄か、すごいよ、ちょっと待って、これ玉髄よ、ほんとに。ちょっとちょっと、水で洗おうよ。チャートじゃなくて。あ、いやいやいや、チャートじゃない、チャートじゃない、これは、うん。びっくりした、すげえ大物見つけたよ、あなた。すごいわ、何これ、むちゃくちゃいろいろ混ざってるけど、え、その黒いベッツ、それは表面、これは金属の、いや、これ多分中にも入っ、金属鉱物がね、こう入ってるんよ、これ、こういうのあるんよ、初めて見たけど、本物は。なんだこれ、すごいの、すごいね、よく見つけるね、こんなん。やっちった。でしょ？でしょ？っていうか、こんなに、こんなの出ると思わんかった。適当に言いよった、本当は。すごいよ、これ。うん。これ、洗わんとね、帰って。ちょっと怪しくない？デスパーってこと？なんか、違うだろうな、でも。うん、でも怪しいって、でもまあ違うだろうなこれ。でもほら、なんか、うん、ここの石だまり、これはチャート、チャートでもないか、石か。なんか出そうな感じがするけど、なんか怪しいな。
わー、何これ。面白いなと思ってさ、ロイシだね、ロイシだ、ほらロイシだ、こうジャモンガンのね、一種のね、これがロイシ、うん、ここさ、ちょっと見てみて、これ絶対面白いよ。ここもう形質化しちゃってさ、ほら。あれ、ここ。ね。玉髄なんじゃないそこ。ね。うん。玉髄的な何かになっちゃってるよ、でも。なってると思う。こう割れ方とか質感とか、うん。ここなんかもうジャスパー的な何か。ちょっとこれ面白いしな。え、本当だ。やっぱここすごいね。この全部が面白いしじゃん。これ全部面白い石なんだよ、本当は。面白い石という、うん、面白い石だ。うわ、見て、こう、全部こう。うわ、すごい、うん、これすごいじゃん。これ書こう、書いちゃおう。そうだな、うんうん、で、これを持って、はい、うん、で俺がこれを持って向こうまで行って車でハンマーで叩こうもん、これ、はい、ここがこれ、はいはい、これがもうなんかすごいやん、なんか知らんけど、うん、そこがすごそうだね、これはもう何なんだろう、わかんないけど、まあだからここをまず取り出したいっていうことと、あと何箇所か書いて、それが何なのか、他のところにどんなものがあるのか、とにかくこう断面を見たらかなりすごいものが、うん、ありそうだから、うん、よし、じゃあちょっと割るよ、うん、模様がお、なんかやっぱあるっちゅうか、なんかいろんなものが入ってる感じがするな、石英だって、でも、うん、こう粒が入ってるね、石なのか玉髄なのか、なんだ、わかんないところもあるんだけど、ちょっとこう割れ方としてはこういい感じの割れ方って言ったら変だけど、うん、石髄、石髄、石髄じゃないけど、なんかでも、うん、でもこうちょっと質感としては石英っぽいよね、はあ、でもわかんない、でもわかんないよね、人工的に割っちゃったからね、からこういう感じになってるのかもしれないし、うんうん、あー、ほんとね、やっぱ濡らす見えるね、模様がね、くるみ餅みたい、そっち側、うわー綺麗、ほんと、なにこれ、うわー、なんですかこれは、やっぱり何これ、玉髄なのかな、複雑、虫取るよね、ん、菜の花、あ、菜の花が咲いてる、あ、もう春だね、そう思うと、そうそう、だって今日は暖かいもんな、暖かいね、